皆さん、お待たせいたしました。オープニングファンファーレでお祭りの会場を盛り上げてくれた音楽団町田による演奏が始まります。先ほどのファンファーレはとってもかっこよかったですよね。音楽団町田は町田を拠点とする市民バンドで、オックスプロデューサーを中心にベテランから子どもまで音楽をこよなく愛する方々が集まっているバンドです。さて、今年の演奏曲は、どのような、になるのでしょうか。楽しみですね。ぜひ芝生広場が、素敵なコンサート会場へと変わります。皆様ぜひお楽しみください。では様、よろしくお願いいたします。はい、皆さんこんにちは。音楽団町田です。今年もよろしくお願いします。まずは、アニコで言わず1曲目お送りします。日本テレビのスポーツ更新曲をお送りしました。2曲目続きましては、これディズニーの音楽ですね。小さな世界のイッツモグワードをお送りしたいと思います。指揮は当団の西村達之でお送りします。お願いいたします。
今年で11年目です。ですからフィッシャーの夏祭りとほぼ一緒ぐらいなんですね、なんと今年はこれ言っちゃっていいのかな、フィッシャーの10人の方がメンバーになりました。でも名前は言わないでくれということなので内緒にしておきますが、来年もぜひ、何年か聞いていただいて音楽団でやりたいというメンバーが入ってくれてとっても嬉しく思っています。さあ、お子様向けの音楽をやりましょう。アンパンマン体操、行ってみよう。大人の人もね、ご存知だと思うんですけども、ドラゴンクエスト
音楽っていうのがあるんですね。杉山浩一さんという、ね、有名な、作曲家の方が、作曲をしてくださいました。ドラゴンクエストの音楽ね。さあ、お子様シリーズ、これ最後になりますね。まあ、最後の最後にまた元気よい曲を用意してますのでね、引き続きお楽しみください、ドラゴンクエストの音楽です。
ドラゴンクエストの、ね、雄大な感じが伝わりましたでしょうか。さて、お父さんお母さんお待たせいたしました。大人タイムです。ずいぶんね、まあ、日が長い時間帯、季節でございますので、まだ夕暮れという感じではないんですけども、ちょっとジャズのね、渋いメドレーで、音楽を聴きたいなと思います。月が出ていれば最高でしたが、まだまだちょっと時間がかかりそうなのでね、ムーンライトセレナーデっていうのをお送りしたいと思います。少し酔いしてください。お酒もそろそろ回ってくることかなと思います。お菓子もいっぱい食べてるかな、かき氷も食べてる方もいらっしゃいますね。はい、こちらの準備が終わり次第演奏を開始させていただくと大丈夫ですね。はい、ムーンライトセレナーデお送りします。
きな拍手ありがとうございました。なんか今年はあの風が例年よりも吹いていて少し過ごしやすいかなという感じがいたします。まあ、夏休みになりますと海へ行かれる方も多いと思います。ちょっとね、お耳馴染みがあるかどうか、なんかの曲のテーマに使われているらしいですけど、ちょっと不明なんですが、海の声という、曲を演奏させていただきたいと思います。海に吹くね、そよ風だったり、波の満ち引きなんかを感じていただければ嬉しいかなと思います。海の声をお送りしたいと思います。
ありがとうございました。海の声という曲をお送りしました。冒頭でね、海の波の音をこうやってたんですけど、聞こえましたでしょうかね。ちょっとその楽器見せてください。こういう楽器で海の音を出そうとしてるんですけど、あまりにも会場がでかいんで聞こえましたでしょうかね。こっちでやった方がよかったです。はい、こういうのもね、込みで一生懸命練習させていただいたんですけど、果たして報われたのでしょうか。でも聞こえていたと信じていきましょう。さて、元気よくやりましょうかね。ソーラン節をやります。ソーラン節、もう有名ですね。これ掛け声がありましたっけ、指揮者の方。どこですか。はいはいですか。あ、ごめん。はい、今見せたら決まる。はいはいと、はぁ、どっこいしょどっこいしょ。なんとなくね、皆さん、あの、僕とも一緒にやりますので、一緒に叫んでみましょう。ソーラン節をお送りしましょう。どんどんやりましょう。声を一緒に出していただいてありがとうございました。マイクに乗せようとしたらちょっとでかすぎたのでやめてよかったですね。はい、はぁ、どっこいしょどっこいしょ、気持ちよくなってきましたね。続きまして、皆さんやっぱり有名な曲シリーズ、山口百恵さんの曲やりましょうかね。お父さんお母さん世代にはぴったりという感じで、ミドルエイジ以降の方に向けての選曲になっております。いい日旅立ちね、お送りしたいと思います。今年はあんまりしゃべりを長くしないで、どんどん曲をやるというシステムになっておりますので、皆さん一緒に歌ってくださいね。お願いします。
ありがとうございました。引退たちをお送りいたしました。さてさて、このまま続いてどんどんやっちゃいましょう。坂本冬美さんであるとか、元曲はビリーバンバン、この2つで思い出される曲はもうお分かりでしょうか。また君に恋してる、ね、だんだんミドルエイジにぐぐっと差し込む音楽を続けて演奏したいと思います。続けてどんどんいきましょう。今日はですね、あんまり時間がないというか曲数をいっぱい持ってきちゃったので、どんどんやっていきます。MC してないですけど、どうぞお願いします。そうそう、マル先生がお茶間を、ケンちゃんどうした、眠たい、そうだからさ、エナも来る直前10分前くらいに寝ちゃって、1分だけ続きたね。そう、
叩きに恋してる、ありがとうございました。大崎署の伊藤幸子。はい。ありがとうございました。なぜ立ってもらったかは内緒でございます。本人からきつく止められております。はい。さあ後半になってまいりました。あとね2曲やりたいと思うんですけど、毎年のことなのですが、2曲の後に最後の次の曲っていうのが やるかもしれないんですが、それは世の中でいうアンコールっていうやつなんですけども、もしも、よければ、あと2曲やった後に最後の次の曲を、みんなで声かけてください。最後の次の曲やってくれっていうと、お恥ずかしいからアンコールなんて絶対言えませんので、ぜひ残り2曲、そしてその次の曲があるのか、どんどんお送りしましょう。さあお父さんたち、お酒が進む函館の女、函館の人をお送りします。さてお名残惜しゅうございますが、最後の曲となってしまいました。本部席の方どうですか、最後の曲ですね。最後の次の曲はお任せします。はい。最後の曲は君の瞳に恋してる、元気よくいきたいなと思います。これディスコナンバーです ね一緒に腰を動かしちゃっても結構でございますので、ガンガン飲んで美味しいビールを、美味しいご飯、美味しいかき氷、美味しい焼きそばを食べてください。最後の曲でございます。最後の曲ですよ。君の瞳に恋してる。Thank you.
がとうございました。音楽団町田でございました。ありがとう。え、ありがとうございます。すみません、本当に恥を忍びながら、じゃあそこまでお声をかけていただいたら、最後の次の曲というやつをやらせていただきたいと思います。本当に最後でございますので、本当に実行委員の方、西田会長ね、ありがとうございました。来年ももしかして呼んでいただけたら嬉しいです。ありがとうございました。じゃあ最後の曲やりましょう。これからもご活躍をお祈りいたしております。ありがとうございました。